あーへーあーほーへとほでお腹をへこませてあーへーあーほー OK です。あへやほ体操の下野正弘です。今回はこっそりできるながらのスロートレーニングをやっていきます。スロートレーニングというのは筋肉の張り感を維持しながらゆっくり行うトレーニングです。なので動作中は力を抜くことなく終始力を入れっぱなしです。今回は下半身のスロートレーニングをやっていきます。スクワット、椅子を使ったスクワット、ながらのスロートレーニングということで、椅子からよいしょ立ち上がったりとか、そしてよっこいしょと座ったりするとき、日常の何気ないこの立ち上がり動作ですね、このよっこいしょ立ち上がったりとか座ったりするこの動作をスロートレーニングにしてしまうんですね。椅子から立ったり座ったりするのは通常のスクワットと同じ効果があるんですね。スクワットと同じですよね。股関節と膝関節が同時に動いて、太ももだったりとかお尻周りの筋肉を強化することができるんで、一気に立ち上がるのではなくてスローで5秒で立ち上がります。1、2、3、4、5秒で座ります。1、2、3、4、5。トイレ行きたい時に立ち上がったりとかちょっと時間かかりますけど、たった5秒です。5秒をしっかりと筋肉を意識しながら1、2、3、4、5ですね。そしてトイレに行くんですね。トイレから帰ってきても同じですね。5秒かけて1、2、3、4、5、こんな感じですね。こうすると10秒間トレーニングすることになるんですね。日常の何気ない動作の中でスロートレーニング入れれる場所ってあると思うんですね。おトイレの便座に座る時とかもそうですね。繰り返しできる状況だったら10セットとか20セットとかやっていただいてもいいんですけれど、でもできない状況だと1回でもちゃんと筋肉に意識が入るので、ぜひですね、日常の何気ないこの動作でこのスローなスクワットをやってみてください。1、2、3、4、5、1、2、3、4、5。スクワットによるスロートレーニングは下半身の持久系の筋力が発達して基礎代謝も上がります。そうすると脂肪燃焼効率も高くなってダイエットにも効果的です。日常の何気ない動作でスロートレーニングを取り入れて引き締まった体をこっそり作りましょう。はい、改めましてアヘアホ体操の下野正弘です。このチャンネルではこのようにアヘアホ体操の理論だったりとか運動のコツだったりとか、そして健康に関してのヒントだったりをいろいろとお伝えしています。僕自身も毎日実践しながら、そして勉強しながらこのチャンネルで発信していこうと思うので、どしどしコメントしていただいたりとか評価ボタンを押していただいたりとか、あとはチャンネル登録などしていただいたら嬉しいです。北海道札幌から発信中です。